こんにちは皆さん、ご機嫌いかが？ゆかりです。今回ご紹介するモッドは、マッシュルームランドです。日本語に訳すと、キノコの島という名前のモッドですね。ロケーションは、ベロナビーチから海へ出て、少し南へと向かうと、この島が見えてきます。それでは早速ですが、このモッドをご案内いたしますね。様々なマッシュルームが生えていますね。とても幻想的な島です。どこか別の世界に迷い込んでしまったような、そんな素敵な雰囲気のあふれるモッドだと思います。この島には幻想的な世界に似合うモッドを導入するととても良いかもしれませんね。例えば、剣と魔法の世界の住民なんかはぴったりかもしれません。私は、マッシュルームランドに似合うモッドを所持していなかったので、試せてはいませんが、お持ちの方はぜひ合わせて導入してみてください。きっと似合うと思います。このマッシュルームの中には、ちょっとした居住スペースがありますね。誰かが住んでいた家なのでしょうか？幻想的な世界に住む妖精さんたちの家かな？大きいマッシュルームですね。どうやったらここまで成長するのでしょうか？それとも、これはマッシュルームではないのかな？マッシュルームランドの元の設定を知らないので、詳しくはわかりませんが、変種か何かなのでしょうか？謎ですね。あ、こちらの家には、私のサイズでも入れるようです。こうしていると、違う世界の住民になれる気がしますね。私は、幻想的なモッドが大好きですので、このモッドがリリースされた時には、とても嬉しかったのを覚えています。この他にも、幻想的なモッドが多くありますので、またの機会があればご紹介いたしますね。それでは、今回はこの辺りでお別れです。ご視聴ありがとうございました。